はい、どうも、パチオです。今日はね、雨降ってたんですけど、上がりました。久しぶりの雨ですね。気温も30度いくかいかないかぐらいだったと思います。ありがたいっすわ。ずっと猛暑でしたからね。まあ今はね、ちょっと夕方になったんですけど、これから激しく降ることはねえかなっていう、まあ降ったりやんだりするかもしれないですけどね。はい、ということでね、今日の話なんですけど、ちょっとね、小難しい宗教の話をしようと思います。禅問答みたいなね。これをね、視聴した人に、問いたいというか、ちょっと聞いてみたいことがあって、まあ、できたらね、なんか、自分はこういう宗教を信仰してます、みたいな人から、コメントがもらえると最高だねっていうような話をちょっとしていこうと思います。話のね、はじめ、元ネタというか、がありまして、それはね、七夕の日にね、僕が動画上げたんだけど、まあ、人対人の場合は、僕は与える人になりたいと。与えられるばっかりじゃなくて、人に何か、提供できる、そういう人間になりたいっていう。だけど、やっぱり、神様に物事頼むときは、ね、やっぱちょっとね、最初は人の幸せを頼むっていう、信念のもとだけど、もうそれから先はね、金ってなるよねっていう、そういう話をしたんですよ。まあ、それはね、僕のその信仰というか、その考え方の、信念なんですけど、どんだけ頑張っても他人を救ったりすることは難しいから神頼みはしたいと。なんだけど、自分のことは自分で何とかするさと。そういう僕なりのその人生の中での考え方によって、そういうことになってるんですけど、まあ、それのね、コメント欄で、まあ、といっても、その、自分がコメントされて、それにコメント返したところに被せる形で、まあ、ちょっとコメントの仕方ひょっとしたら間違えただけかもしれないけど、まあ、意訳なんですけど、そんな信仰心で神様を語るのは良くないんじゃないかっていうようなことを書いてきた人がいるんですね。で、僕はね、それに対して、いや、神様が、その信仰心の厚い薄いみたいな、信仰心のあるなしで、その待遇を変えるなんてことあるのかと、そんな神様って偉い俗物的じゃねえのかっていう話をしたら、まあその人ちょっとカチンと来たのか、それに対してまた返信が来たんですよね。神に対してそういうことを、語るお前の方がよっぽど俗物的だというような形で来たんで、僕はそれに対して、また返したわけです。いやいやいや、俺は俗物的だよ。だって人間だものって。なんだけど、じゃあ、お前はどうなん？神様が、こういう考え方をしてるとか、そういうね、神様に対して何が失礼かどうかもわかんねえけど、そういうなんか神様がこういう風に考えてるって勝手に決めつけるお前も随分不遜じゃねえかっていう、そういう話をしたところでその会話は途切れたんですよ。意訳ですよ。文章的にはもうちょっと違う書き方してたと思ったけど、僕はね、よくこれ思ってることなんですけど、神様がいるかいないかっていう話だと、僕無宗教者なんですけど、一応神様というものの存在は、まあいてもいいかなって思ってる。まあ神道の八百万の神なんていう言葉があるじゃないですか。物でも100年経ったら、神が宿るみたいな。そんな感じの考え方っすね。だから僕が今こうやって喋ってる、バックに神様がいても、驚かないし、あ、驚く。めっちゃ驚くけど、だけど、それは神様は俺を見て、そこにいるわけじゃなくて、神様は、そこにいてたまたま。で、そこに俺が、たまたま来て喋ってるとかいう、そういうだけだと思ってるんですね。だからその神様に、お祈りしたりとか、とかそういうのにはあんまり興味がなかったりするわけですよ。まあ、そんな言い方するとなんか変ですけどね。で、聞きたいのは、神様って信仰の度合いとかで、人の待遇変えたりすんのかな？信仰心が足りないっていう話がスタートだったから、まあ、特にね、一神教、多神教の人はね、あんまりちょっとこれ、
ね、あんまり関係ない話だと思うし、あの仏教の人とかだと、あのお祈りして、あの毎日毎日お祈りしていいことをしたら死んだ時に極楽浄土行けますよみたいな、そういう宗教だったりするんで、あのちょっと違うと思うんですけど、あの一神教で、ね、自分たちの幸せのためにお祈りしましょうっていうタイプの宗教を信仰している人にとって、その神様ってのはそのお祈りした 度合いとかによってその人間の扱いを変えたりするの、なんかそれっておかしくねって、なに等しく救ってくれないの、あなんかその救う仕分けみたいなことしてんだ、あこいつ信仰心足らないぽーいみたいなあこいつ毎日毎日お祈りしとるわちょっと助けてやるかみたいな感じになってんのかな、あの神様のあの在り方というか神様の存在をそういう風に考えてるっていうのはちょっとそれはおかしくねえかっていう風に僕は思ってしまうわけですよいや神様が何考えてるかなんて俺らじゃわかるわけねえじゃん、あのということだよね、あのだってさ、その俺はさ、その神っていう存在を感じることもできないしさ、じゃあその神様が何を考えて、今生きてるのか、生きてるか死んでるのかも分かんない、まあそういう概念ないのかもしれないけど、でそのね、キリスト教とかイスラム教だったら何億っていう信仰してる人がいるわけじゃないですか。でその信仰してる人たちをみんな見るの、みんな見切れる、まあ、神様だからできるっていうのかもしれないです。だからその神様はその何を基準で人を救う救わないを決めてるの、それっておかしな話だよねっていうふうに僕は思ってしまうんですだからね、そういう話をちょっとね、今自分は宗教を信仰してますとか昔してましたっていう人に、こういう疑問をちょっと聞いていただきたいなという形で、今回の動画を上げたりしたわけです。まあね、こういうことをね、考えることもなかなかないんだけど、やっぱちょっとね、その宗教的なお話になったんで、これを機会に聞いてみたいなっていう。で、これでね、一生懸命、こういうことをね、小難しいことを考えてる人がね、ちょっと一節俺に語ってやろうかな、みたいな感じになってくれたら嬉しいなっていう感じですね。で、納得できる答えがあったら、それはそれで素晴らしいことですし、まあ、納得できなかったらできなかったで、まあ、仕方ないけど、自分と違う考え方の人の考えを、聞くことってすごい大事じゃないですか。やっぱり同じ考えの人たちを、ずっと一緒にいると、考え方って凝り固まるんですよ。だからね、違う考え方の人の考えを聞いてみたい。で、宗教ってさ、俺が思ってるのは、その宗教を信仰する人っていうのは、世の中ってさ、わかんないことだらけじゃん。信じられないことばっかりじゃん。世間のルールだとかさ、流行りとかってさ、もう時代によってどんどん変わっていくしさ、地域によっても違うしさ、人間だってさ、嘘つくやつはいるし、裏切るやつもいるしさ、全然信用ならんでしょ。親でも兄弟でも簡単になんか金とかで裏切ったりするからね。そういうことを思うとさ、なんか信じられる軸が欲しくて、その軸としてなんか宗教を、なんかね、その自分が生きていく上の柱とか、神としての宗教だと思ってて、俺はそれはね、すごくいいことだと思うんだよ。まあ、ちょっとね、違うけど、人がさ、趣味を持ったりすると、生き生きしたりするじゃない。それに近いもんだと思うんだよな。やっぱりさ、アイドルを好きとかさ、そういう人たちもさ、まあ、嘘だろうなって思いながらも、その純真な、女の子が、一生懸命踊って歌う姿にね、応援したりするわけじゃない。まあ、そういう感じにさ、何かその、生活の中で一つこれをベースに生きてますみたいなものがあると人間生活って張りが出るしさ、だから宗教もそういうもんだと思えば俺は全然悪くないと思う。だけどその考え方としてその信仰の度合いにおいてとかいうその度合いによって扱いが変わりますよとかいうのはもうそれはなんか神おかしいだろっていうふうに俺は思っちゃうから
ねえ、いや、それは商売としてやってる、あの壺とかね、あの仏壇を売りつけるとか、そういうレベルの話と大差ないよねっていう風に俺は思ってしまうんだよね。だからね、できればその一神教の人で、そういう考えの人に、聞いてみたい話なんだよね今回の話っていうのは。いや、神様ってそんなもんなのって。で、その何億っていう人を見切れるの、で、それはどういう基準なのわかんないでしょ君もっていう、そういう話だからね。もしそういうのがちゃんと説明できますよっていう人がいたりとか、いやいや、それはそういう話じゃなくて、こういう話だよっていう人がいれば、ぜひ教えていただきたいなと思ってこういう動画にしました。まあだからね、そういうとこのレベルの話じゃなくても、宗教観とかってさ、やっぱりその実際信仰してる人の話を聞いてみるってのも面白いなと思って、たまにね、年数回だけど、お坊さんとかの説法とかもさ、YouTube とかでたまにあったりするからさ、見たりするよ。やっぱね、一つのものの考え方の基準で、その、世界観を作って喋ってる人って、マイルドなうちはね、面白いんだよね。なんだけど、新興宗教の信者とかさ、もう本当になんか、いろんなね、趣味でも過激派みたいな人がいるじゃん。なんか信仰心の塊みたいな。なんかそこまで行っちゃうと怖いな、みたいなこともあって。だから宗教もね、そういう風にならなければ全然ね、その人が考えたりする素材になる、なりうるわけだから。今回はその宗教観というものをその素材にして、僕が動画を作り、みんなに考えていただけたらいいな、という。で、できれば教えていただけたらいいなっていう。だから、どういう宗教の何派を信仰してますみたいなことを、教えてほしいね。なんかコメント返してくるときに。うち、僕は無宗教だし、両親は、仏教の、違う宗派なんだよね。だから、僕は本当にごくごく一般的な日本人の感覚だと思う。檀家とかはあって、お墓とかもあって、その宗教の、葬式とかをしたりはするんだけど、自分は無宗教だし、っていう。で、ね、クリスマスもあるし、ハロウィンとかもあるし、みたいなね。それはそれでイベントとしてありじゃねえ、みたいな。随分許容範囲の広い、いかにも日本人的な、あれだと思うんですけど、逆にね、僕は宗教のそのなんかしきたりみたいな、なんかルールで人を縛りつけるもみたいなものが大嫌いなんでね今後もなんか信仰したりはしないとは思うんですけど、ぜひとも聞いてみたいという話で、こういう動画にしました。はい、今回はこれで終わりにします。以上、パチオでした。バイバイ。